初体験関西うどん。大阪へ行ったついでに関西うどんというものを生まれて初めて食べた。関西うどんはこれまで一度も食べたことがなかった。関西のうどんは美味しいと言われている。関東のうどんはまずいと言われている。関東のうどんは関西の人に言わせると、つゆが真っ黒でしょっぱくて醤油臭くて下品だということになる。初めて関東のうどんを食べた関西の人は例外なく驚き、例外なく蔑む。そのことを指摘された関東の人は例外なく肯定し、例外なくうなだれる。そこなんです、我々の恥ずべき点は、と全面降伏してしまう。西の味と東の味は常に比較され、いつも論議の種になる。それぞれに言い分があって、双方を譲らないのが普通だ。うなぎ、寿司、ラーメン、それぞれに譲らない。しかし、ことうどんに限っては関東人はなぜか一言もない。つゆが黒い、しょっぱいと言われただけで、自分の根源的なことを指摘されたような気がして、顔をあからめてうつむいてしまう。うどんをずるずると食べながらも、関西の人のそういう指摘を思い出したりすると、だんだんうつむき加減になり、何かとんでもないものを食べているような気持ちになってゆく。いいんだ、ずるずる。どうせ俺下品なんだ、ずるずる。うち貧しかったし、ずるずる。育ちも良くないし、ずるずる。うどんはこれしか知らないし、うるうる。と涙さえ浮かんできて、何か犯罪を犯しているような気持ちになってゆき、アカシアの雨に打たれてこのまま死んでしまいたいとさえ思い始める。とにかく一度関西うどんというものを食べてみないことには話にならない。大阪駅兼大丸デパートの最上階の食堂街に行った。ここなら大阪のど真ん中だし、こういうところのうどんなら純正度 100% の関西うどんであるに違いない。店の入り口のところにあるサンプルケースを見つめていると、母子の3人連れがやってきた。母親と小学校2年と5年といった感じの兄弟である。全員かなり太っていて、兄弟の半ズボンからはみ出した太ももははち切れそうだ。母も子も面構え、風体がいかにもうどん食い一家といった雰囲気を漂わせている。この一家は無言で近づいてきて、無言で腕組みし、無言でサンプルをにらみ回し、無言で立ち去っていった。きつねうどん460円を食べることにした。うん、これが関西のきつねうどんか。油揚げが真四角だ。つゆの色が薄い。ネギの色が青い。油揚げを横にずらして、つゆを一口すすってみる。これはこれは、そうかそうか。かつお節やその他の節物の出汁がよく効いていて、うどんのつゆというより濃いめの寿司吸い物に幾分の甘みと薄口醤油を足した味と言ったらいいだろうか。関東のうどんのつゆは大抵の人は飲み残すが、こういうつゆなら最後の一滴まで飲み干せる。そういう味である。うどんは細からず太からず、関西特有というものは特に見当たらない。油揚げは関東のものよりかなり厚く、味付けは意外に濃く、かなり甘辛い味ではあるが、いなり寿司風のしつこさはない。この店一軒だけで結論を出すわけにはいかないので、次に阪急デパートに行ってみた。大丸のすぐ隣である。ショーウィンドウのサンプルで見た限りでは、きつねうどんは大丸のと色も形も全く同じである。そうかそうか、同じか、とうなずいていると、
さっきのうどん一家がまたしても無言で近づいてきたのである。僕が大丸でうどんを食べていた間、どこでどう過ごしていたのだろうか。一家は無言で近づいてくると、またしても無言でサンプルを人渡り見渡し、見回し、またしても無言で立ち去っていったのである。謎のうどん一家と言わねばなるまい。この店のメニューに珍しいものがあった。エビの天ぷら一本と油揚げ一本を乗せたうどんである。これなら天ぷらうどんときつねうどんを同時に味わうことができる。時には天ぷらうどんであり、ふと気がつけばきつねうどんでもあり、気を取り直してよく見れば天きつねうどんでもあるという、いかにも大阪的な発想のうどんである。これにかまぼこと卵を入れれば天きつ月亀うどんとなるであろう。翌日は大阪駅構内で刻みうどんというのを食べた。きつねうどんの油揚げが短冊型に包丁で刻んである。この店はなにわそばという店で、駅構内によくあるいわゆる立ち食いそば屋なのだが、この立ち食いそば屋には椅子がある。立ち食いそば屋であると同時に座り食いそば屋であるというややこしい店なのである。この店には普通のきつねうどんもあり、それは340円で、刻みの方が310円。刻みちんということを考えれば刻みうどんの方が高いはずなのに、このあたりも関西うどんの謎の部分と言えそうだ。うどん関係の本で調べてみたところ、関東と関西のつゆの違いは次のようなものであった。関東のつゆは濃い口醤油、砂糖、かつお節だけで作る。これに対し関西のつゆは薄口醤油、砂糖、かつお節、昆布で作り、これに塩を加える店が多いという。関東のつゆはうどんに絡ませて食べるつけ麺のような役割であるのに対し、関西の方はつゆが主役で、その主役のつゆの中にうどんが浸してあるといったところなのだろうか。どっちがおいしいか。関西の方がやや優勢という立場を取るにやぶさかでないとは言い切れないわけではないような気がしないでもない。